しょうがない。男の子だもん。はい、こんにちは。スクーキーアカメと申します。それでは、アイワナキルザカミリア2ですね。続きをやっていきたいと思います。前回、左から2体目ですか。倒すことができまして、もう精神がね、壊れそうな感じなんですけど、引き続きこの四天王編、元い拷問部屋やっていきたいと思います。一応、今回は、まあ、順番通り、右から2番目ですね。この東方っぽい、まあ、東方でしょうね。このことをやっていきたいと思います。まあ、うさみちゃんとかで、この類はやってるから、意外とすんなりいけちゃうんじゃないかなとも思うんですけど、まあ、やっていきましょう。まあ、すんなりって言っても、かっこ5時間、6時間っていう話なんですけど、この間のね、なんか10時間ぐらいかかった、あの4人組に比べれば、すんなりと言ってもいいはずだから、ちょっと待って。やばいって。結構えぐい。やばいな。あ、行った。で、やっぱり携帯あるよね、何個もね。そんな気はしたよ。ただ何携帯あるんだろう。アンノーン。ちょっと待って。なんだよ、この軌道。軌道不明って書いてありますね。やばくないこれ。あ、でも意外と、この携帯は何とでもなっちゃうな。オッケー。で、アンノーン。かわいいな、この子。なんていう子なんだろう。すごい、好み。ちょっと待ってよ。軌道が本当に、わけわかんないから。ちょっと、時期ではないし、ランダムっぽいけど、なにこれ。どうすんのが正解？ちょっと待ってよ。やばいって。避けらんない形に来る可能性も大いにあるから。あ、でも、いけそう。ちょっと、いや、うーわ。あ、でもこれもいけなくはないな。意外と戦える。携帯をいくつも持ってるから、一つ一つはそんなに強くな、あー、強いわ。腹立つぐらいに可愛いんだよな、これ。2敗ですね。で、アンノーン、これが問題だな、結構。第2形態目でもうこんな鬼門が来ちゃうかって感じだけど、とりあえずジャンプに合わせて打っていくしかない。そうっすよ。よく見ろよく見ろ。オッケー、いった。なんじゃそれ。ちょっと待って、うさみちゃんみたいこれ。あう、一回はやってるからな、こういうのも。いけなくなさそうだけど密度が結構すごい。オッケー、行ったけど結構運ゲーだな。で、これこそよく見ろ。待ってよ。空いてるところ。はい。事前にどこが空くかを、ちょっと先の方見ておいて、あー、くそ。あー、でもこれも、いけますね。いけなくはない。おっしゃ、戻ってきた。よく見ろ。はい。でした。上。はい。やべ。狭いのはまずい。ちょっと待って、危ね。いけなくない。いけなくないよ。頑張れ。まだダメか。よし！いった！次は？かわいいな。またアンノーンですね。ちょっとなんだこれは。やべ！あ、うねって。なに、ちょっと、あ、そうか、これ別に無限ジャンプだけど床はあるから歩くこともできるっちゃできるのか。なるほど。よし、いったいった。で、またアンノーン、かわいいですね。2敗で、あ、でも固定かな、これ。さっきと同じ、あるいは時期か。でもランダムじゃなさそうなんで、これパターン決めちゃえばいけないことないな。ちょっと待って、危ね。いけるいける、これ。この携帯はいけそうですね。はい、おっしゃ。次はかわいいよ。何が UFO ですね。正体不明。ちょっと待ってよ。なに、これはきついって。でも固定っぽいな、これ。え、
ちょっと待って、与えらんない、こんな感じ、ちょっと待って、やべ、あかん、ちょっと、続々出てくんな。でも、あの子の後ろっていけんのかな。一番弾幕薄くない？まあ、アンチとなるか、ウンチとなるか試してみましょう。ほんで、あ、判定ないじゃん。オッケー、これで UFO なんとかなるな。よっしゃ、アンチでしたね。うん、かわいい。で、これも、多分固定化時期なんですよね。だから、避けるパターンさえ組めちゃえば、絶対大丈夫。最初のアンノーンより余裕ですね。はい。やべえ、ちょっと待って、どうしよう、これ。あぶねえ。死んだかと、あぶねえ。死んだかと思った。おっしゃ。で、UFO はこの子の後ろで撃つと。ほら、おじさん背後から襲っちゃうよ。よーし。勝ったな、これ。いける、いける。素晴らしいね。あう。そう、気が緩んだけど、もう倒すのも時間の問題じゃないかな。後ろから攻撃されてどんな気持ちなんだろうな。ほら、もうここの携帯も意外と何とでもなっちゃうから。オッケー、後ろに回り込むぜ。かわいいよ。で、どうすっかな。横から来るやつちょっと注意しないと。縦はいいから、この軌道のやつを、あう、またやらかした。くっそ。で、あ、もうちょい近づいても羽に判定ないか。オッケー、よく見ろ、今回突破するぞ。よっしゃ、いった。で、あー、やっぱまだある。かわいい。なにこれ、平安京の悪夢なんだ。なに、え、おい、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、やべ、こんな感じ。うわ、ウケ、止まんのかよ。これランダムで来てるんだとしたらやばいな。ちょっと待ってください。なるほど、わからん。 UFO が休憩ポイントになったのはいいとして、次が問題すぎるんですよね。とりあえずここはもういいよ。はい。で、うん、可愛いのは分かったから、この平安京のアップ、いや、そこに線出てくんのかよ。オッケー、ちょっともう一回見よう。で、右にずれるでしょ。で、あれ、これさっきと同じ？ちょっと一回、さっきの動画を見返してとか見比べてみて、同じならいけないことはないと思うんですけど、あ、で、上の、HP みたいなのも減ってってるから、ちょっと最後まで見てみていいですかね。はあ。なるほど。止まる。不規則だなぁ、でも。はあ。はあ。おぉ、びっくりした。で、さっきの平安京何かしなんですけど、一応動画を見比べてみまして、うん、かわいい。やっぱり同じですね。だから固定で来てるんで、いけないことはないと思います。何回かやってれば絶対突破はできるんですけど、まあシミュレーションもしたんで、さっきよりは立ち回れると思いますね。おっしゃ、行くぜ。ほんとかわいい、そのなんかリボンついた靴。で、まずはジャンプで飛んでこう。で、止まる。で、右に行くんだけど、これ、あう、折り返すポイントがありだな。なんか場所で決めるよりも、回数で考えた方がいいかもしんないですね。ここまで来るのも一苦労ではあるけど、最初やった頃よりは全然いけるようになってるから、かわいいよ、もう。で、くるくるをまず3回やる。1,2,3 で止まると。で、1,2,3 4回目で折り返して、あう、危ね。で、1,2,3、あう、ここで折り返すんだな。
なるほど、これは本当何回かやんないとダメだな。平安京はもうジャンプの回数で管理しましょう。かわいいよ。とりあえずまずはこいつを3回、1、2、3、はい、で1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8で1、あう逆だったこんで左か、オッケー、いけなくないですね。もうここまで可愛いって言ってるからには最後まで貫き通しましょう。よし、いくぞ。まずは1、2、3と、オッケーで1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8で、その場で1、2、3、やべ、もう、いやー2回目は4回飛んですぐピタって止まるんだな、くっそー。でもなんだろう、この子倒せる気しかしない。もうあと時間の問題だと思いますね。全然強くないって言うと語弊があるけど、俺この子苦手じゃないな。とりあえずここ突破しよう。オッケーで、アンノン、これは若干運が絡んでくるから可愛いよ。頼むからこっち来ないで、いっぱいスペースをください。いいよ、待ってよ、頼むからスペースを。オッケーで次トランプ、よく見ろ、これでも結構死ぬから、はい、危ね、悪くない悪くない、落ち着いて、待ってよ、上の方落ちちゃったな。はい、あと一発二発、オッケー。さあ、かわいいよ、アンノン。これは結局なんか実狙いっぽいから、まあ何回かやってりゃ本当避け方が自分の中でこれ組めると思うんで、パターンを。これはもう何とでもなりますね。だからこれと UFO は本当休憩って言っても過言ではないから、あのトランプまでしのいじゃえば意外と平安京まではいける。オッケー、休憩、かわいいよ、その腕に巻いてる。なんかさあ、ここで死ぬってことはもうないと信じて、斜めのやつ注意、斜めのやつ注意よ、あとちょっと、いくぞ、よし。さあ最後のかわいいだぞ、終わりにしよう。まず1、2、3でピタ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8で左に1、1、2、3、4、5、6、7、8でぐるぐる1、2、3、4でピタッと止まる。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、もう一回ぐるぐるで、これで終わるんじゃない？いったね、よっしゃそんなに強くなかった、オッケー、多分2時間かかんないで倒しましたね、やった。これ右2体はそんな強くないとかってことないのかな？エアーマンじゃないや、グラビティマンも前回結構長生きできたし、左2体がおかしすぎたのかな。オッケー、じゃあとりあえずこれで東方の、可愛い子も倒すことができましたんで、残すところ1体ですね。次回グラビティマン戦やっていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。